まずですね、シナリオは本能寺の変のシナリオで始めてまして、ただストーリー上明智光秀が本能寺の変を起こすかどうかっていう、まあ、選択のところであえて起こさないという選択をした上で、その直後に信長から独立したという状態です。で、独立した時に持っていた城が今、画面中央に映っているこの2つの城になりますね。で、今回はですね、信長を打倒するというのを目標に、まあ、天下を統一するっていうのを目標に、もちろん最初は意気揚々と始めたんですけども、四方八方信長に囲まれていてですね、しかも資源にも恵まれていないと。まあ、具体的にどんな感じかというとですね、八上城なんですけども、資源が何にもないんですね。で、こっちの、もみ城も同じです。何も資源がない。この状況で、ちょっとね、その、信長を打倒するっていうのが、現実的に可能なのかっていうところもあるので、今回はですね、信長が死ぬまで何としてもこの明智の家名を残すというのを一つの目標にやっていきたいと思います。もちろん信長を倒すチャンスだったり、天下をね、統一するチャンスが巡ってくれば、そういったことにももちろんチャレンジしていきたいと思うんですが、まずは滅ぼされない、生き残る、これを、徹底してやっていきたいなというふうに思っています。では早速続きをやっていきましょう。中央は信長ですね。九州の島津、中国の毛利、四国の長宗我部、関東の北条といったところが大大名になってます。では続きをやっていきます。で、今回はですね、前回意図せずして信長に喧嘩を売るという、ことをやってしまったので、今回は守りを固めつつですね、どっかの城をやっぱり攻略一つ二つしていかないとどうにもならないというのがあるのでやっていきましょう。でですね、コメントでこちらの三木城を落としたらっていうコメントいただいたんですね。この和豊の守る三木城、ここを落とせれば、まあ、あるいは活路が見出せるんじゃないかというのもあるんですけども、どちらかというと僕この大御城を落としたいなと思ってるんでね、大御城を落とせば、この洲本城を挟んで長宗我部と、結ぶことができるんですよね。なので目標、この大御城を目標にやっていきましょう。で、そのために調略をね、ガンガンやっていきたいと思います。内通か、内通じゃないんだよな。どうしようかな。内通、今だと内通までなのかな。付箋までなんですよね、きっとね。付箋までですよね。ここも付箋、和氏も付箋、有岡の池田智政も。なるほど。であれば、ちょっと兵力の回復を待ちましょう。今2540、八上城が、もみ城が994、ちょっと兵力の回復を待って、一気に大御城を攻め取りましょうというところでターンを送っていきます。やっぱりその資源が何もないっていう状況だと、本来は回収をね、バシバシやっていきたいんですけど、それができない状況なんですよね。で、もちろん石高も高くないので、米も不足してくるっていうのもあるし、なかなか難しい状況が続いてますよね。お、ただそれでもご命令ください。先月の収支です。報告いたします。で、ここで連合結成から3年経過で反織田連合は解散と。ではちょっと外交で信長と
交渉とはいえしておきましょうと思ったら心中しかないのか。ここで信長に心中したら何もないよな、まあ、ただ心中しておいて浮田勢を攻めておい、浮田なりどっか攻めて再び信長から独立するっていうのもね手だとは思うんですけどね、ちょっと今じゃないですよね。多分それをやったらなんだよってね皆さん思っちゃうと思うんで、ここは耐えましょう。そうすると連合結成もできないんだろうな。連合を結成しましょう。やっぱり今ね信長に心中するわけにはいかないので、で長宗我部とは断絶になってる。なぜなぜ長宗我部と断絶になってるんだ。マジか、長宗我部と断絶だと。ちょっと想定外だな、こんなことになってるとは思わなかったな。ってことはこの大御城を取ったからといって長宗我部と結べるわけじゃないですね。いや何が起きたんだ。ただ今信長と長宗我部が戦いを始めてますね。これはチャンスだぞ。長宗我部攻めに入っているのであれば、何ここでもみ以上についに信長が攻めてきたか。矢上城にも12,800、ちょっとまずい状況が起きてるな。マジかこれ。ちょっと待ってね、いやー厳しいなあ。葵ちゃん、いやー我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。我が領内に敵が迫っております。ご命令ください。先月の終始です。なんとかこらえないとまずいですね。出陣します。さらに5800か、とんでもない数だな。まあすいません、ちょっとまだ始めたばかりなんですけど、下手したらこのターンで今回終わるっていう可能性もありますからね。そしたら敵がどっから攻めてくるかわからないですね。敵が我が領内に向かっております。こんな感じで構えましょう。ちょっと今回ね早速というか早々に終了してしまうんじゃないかっていう可能性もあるんですけど、ぜひ何とかね終了しないように頑張りますんで応援お願いします。援軍が来たね。ただ敵もパラパラやってくる感じなので、一体ずつ迎撃をしていけば、あるいはなんとかなるかもしれないですね。
ちゃんは結構前に出たがりなんだよな。確かにですね。よし、まず敵の第一陣を防ぎましたね。なので一旦騎乗させて、ですぐに出陣しましょう。これで決めます。引きます。我が戦、お見せしましょう。あなたの武器になる機体も来たが、これで敵の数は9000まで膨れましたね。私が来てるのか。行きます。引くぞ。なんとか敵を押し返せない。攻め、できれまい。かかれ。ただ置きがいい。私と戦うのですか。ここから動いて、もう諦めてください。引け。よし、これで秀吉は撃退できそうですね。ただ置きも撃退できそうなので、なんとか12,800、まあ13,000からなる信長軍を一旦は撃退できそうですね。済ませたいのですが、ここで終わってください。一撃全てを込める。縄文が破壊されました。その兵力の回復と縄文を新たな世を作るのだ。回復させないと。続きなさい。やられたな。これで終わってください。召喚していきましょう。で、こっちだよな。引け。もみの方がやばいですよね、状況は。なんとかもみ城を救ってあげないと。出陣します。で、傷んだ城は早急に修復してあげましょう。表情を始めましょう。報告いたします。死守しないと。もう2万からなる信長の大軍を相手にしてますからね。葵ちゃんが7000か。こっちは大した数じゃないですね。行くぞ。承知いたしました。続きなさい。皆さん、お気をつけて。我に
に続け。城門が突破されるかもしれないですね。さすがに敵の兵力が大きいので。不甲斐ない。私と戦うのですか。戦に出たからには勝ちます。さらに1万2000か。矢神にもさらに1万。これで決めます。城門突破されたか。手を込める。これ信長に心中したい。今すぐにだね。お任せください。これちょっともみ以上を放棄した承知いたしました。我が領内に敵が迫っております。これはちょっと遺憾ですけど、敵が我が領内に向かっております。もみ以上を放棄しましょう。敵が城内に侵入しました。お任せください。続きなさい。まずい。本当にこのターンで滅びるかもしれない。なんとかしたいですよね。我が方の城包囲されました。我が領内に敵が迫っております。止まれ。どうするかな。とうとう高虎5200。戻ります。細川藤高3800。丹羽長秀4000。うわこれはちょっと支えきれないんじゃないか。1547。耐久は1220。うわかなり厳しいな。どうしよう。ちょっとこれは考えた方がいいですけど。まずもみ以上が落ちましたね。これはちょっと間違ったかな。不戦に落ちるような武将は出陣してないとなると、お味方が捕獲されました。表情を始めましょう。信長とは和解ができないが、連合からまず脱退しなきゃいけないな。そうなると。その上で一旦送りましょう。一旦送りますけど、ちょっと今回短いんですが、下手したら本当に今回滅びて明智光秀プレイ終了っていう可能性もあるんで、ちょっとここは一旦ここで終わりにします。終わりにして次回、どうなるかっていうのをね、ちょっと皆さんと一緒に見届けていきたいと思いますので、まあ絶対滅びるだろうって皆さん思ってるかもしれないんですが、最後の最後まであがきますんで、ぜひぜひその様子を次回、期待してみていただければ嬉しいかなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。